Hey guys, こんにちは。Thank you so much for checking out Chris's room. 今日はね、カリブ海にいます。Cayman Islands です。今日はね、好きなことを仕事にするために必要な3つのフレームセット、あ、俺の親父ということなんですけど、それを説明する前にですね、セーリングに行きます。セーリング、よいしょ、はあ、OK。 まず今日の3つのフレームワークのことなんだけど、本当に好きなことを仕事にしたい、やりたいことで生きていきたいっていう時には、この3つのフレームワークが超大切だと思うんだよね。最初のポイントは、自分が求めていることはやることじゃないんだよ。結果を求めているっていうこと。で、二つ目は、その結果を具体的に明確にしないと現実にはなれないっていうこと。で、三つ目は、もうあなたはすでに行動をとっているから、その求めていない結果になっている行動を止めないといけないっていうことなんだよね。で、最後にちょっとワークシート、今日からできるワークシートを用意したので、下のリンクからもダウンロードできるんだけど、その前にちょっとね、僕の親父がここに、まあ今いないけど来るんだよね。で、僕は本当に好きなことを仕事にしようって思っていて、で、お父さんから、いや、そんなの無理だよ、ダメだよって言われたんだよね。で、それが本当に10年ぐらい続いたんだよ。心の中からやりたいことがあるんだけどね、親がダメっていう、親はそんなアホなことやるなとか、ね、もっとしっかり仕事しろ。で、僕の場合だったら、その船のブローカーになりなさいとか、ファイナンスマネージャーになりなさいみたいな感じで、で、こうやってね、ライフコーチになるっていうことなんて馬鹿らしいよって言われてたんですけど、はい、じゃあお父さん。Hey, hey. How are you? I'm fine, thank you. Hey. We're going sailing. Sailing, 行きましょう。Dad, are you gonna sail too? No, I thought I'd watch you. Okay. I keep an eye on you. Make sure you do it. I don't want to get a wet pop. お父さんは日本語も話すんです。日本語で何か言ってくれる？おはようございます。Hey, you want to say hi to the camera? These are people in Japan. Japan, okay. Hey, okay. ということですね、セーリング行ってきました。でね、今日のビデオなんだけど、本当に好きなことで生きていくためには、この3つのマインドセット、ちょっと飛行機、 OK、 ごめんね、ちょっとうるさかったね。この好きなことで、好きなことを仕事にしていくためには、この3つのマインドセットっていうのが必要になるんだよね。で、最初のマインドセットは、自分がやっていることから本当に求めてる結果っていうのは得られているのかっていうことなんだよね。今自分がやっていることから、本当に求めていることは、まあ、結果になっているのかっていうことなんだよね。まあ、どういうことかっていうと、ね、人生の中でいろんなことやらないといけないよね。でも、なぜそれをやるのかっていうことなんだよ。で、ここが大きいんだよね。あなたが求めているのは、幸せな人生っていう結果なんだよね。仕事やらないといけないじゃん、ね、月曜日になったら、ね、なんでっていうと、仕事っていう行動をすることによって得られる結果、それが幸せな世界っていうことなんだよね。ちょっと分かりやすく説明すると、例えばやる気っていうのはすごいいい例だと思うんだよ、ね、自分の人生があって、ね、この感情、やる気を得ることによって普段できない行動を取ると。で、今度その取った行動が普段手に入れられない結果を作ってくれるんだよね。
だから感情があって行動があって結果があると。普通の人生はこういうふうにこういう感じがあってこういう行動をとってこういう結果があって、これが普通の人生。 OK、 この結果、普通の人生をもっといい人生にしたいんだったらね、この thinking、 この感情をやる気によって感情を変えると。やる気があると今度普段はここだから、ここの行動ができるんだよね。でこの行動を取ることによってこっちの結果、求めてる結果になるわけよ。で普段の考え方をしてたら普段の行動を取ってるからこっちに行けないわけなんですよ。わかるかな。ポイントは仕事を通して求めている結果っていうのがあるんだよね。であなたは求めていることは好きなことを仕事にするんじゃないんだよ。好きなことを仕事にした後の結果を求めているんだよね。これをまず理解してもらいたいんだよ。思考があって行動があって結果がある。この結果を自分は求めているんだよね。だからやる気を求めているんじゃないんだよ。好きなことを仕事にしたいっていうのを求めているんじゃないんだよ。お金を求めてるって、そうじゃないんだよ。お金を得た後の世界、ね、好きなことを仕事にした後の世界、ね、やる気があってで普段できない行動を取った後の世界をあなたは求めているっていうことなんだよね。だから深く考えるとあなたは求めているのは幸せな世界なんだよね。愛がある世界っていうか、自分も幸せで周りの人たちも幸せになっている、それが本当はあなたが求めていることだよっていうのがこの最初のポイントです。 Alright、 じゃあね、ちょっと次のポイントに入りましょう。Second point is this. ね、次のポイントは、ね、このあなたは結果を求めてるわけでしょ、幸せになりたいって。今度これを明確にしないと現実にはならないんだよね。まあ、どういうことかというと、まあ、僕はあのビジョンプログラムっていうコースで結構これ具体的に説明しているんだけど、ね、自分の求めていることをビジョンって僕たちは呼んでるのね。英語で呼ばれるわけよ、ビジョンって。でこのビジョンを明確にしないと現実的な行動は取れないっていうことなんですよ。例えばまず自分のビジョン、どういう形で幸せになりたいのかっていうのを3つに分けるんだよね。1つはプライベート、自分の家族とか住んでることとか週末にやるバカンスとかね、プライベート。もう1つは自分がやることなんだよね、仕事だよね、のね、好きで得意なことを仕事にしないといけない。で3つ目は誰と仕事をするかっていうことなんだよね。誰と一緒に働くのかっていうことなんだよ、ね、でこうやってプライベート、自分のやること、そして働く環境っていうのを3つに分けて、小中長っていう、まあ、short term medium plan and long term っていうゴールに分けていくと、今度明確になっているから自分のアクションプランに、ね、入れることができる。実際に行動を取ることができるんだよね。ね、例えばいや今の仕事嫌いなんだよ、もっと幸せになりたいって言うと、もうちょっとやらんといかんよな、ね、でもいや僕は話すのが得意でアウトドアにいるのが得意で英語も好きなんでアウトドアガイドになりたいってなったら OK。 じゃあアウトドアガイドになるには何をしないといけないのか、どういう資格が必要なのか、どこで弟子入りできるのか、インターンできるのか、ね、そういうふうに具体的に進めることができるんだよ。超簡単に説明すると、自分がどこに行きたいのかっていうのを明確にしないとどこに行けばいいのかって分かんないんだよ。あなたは博多に行きたいのか、カリフォルニアに行きたいのか、ロシアに行きたいのかっていうことなんだよね。例えばカリフォルニア行きたいって言ったら OK、 じゃあ車では無理だよって分かるわけよ、ね、船で行くこともできるし、でも飛行機が一番早いんじゃないかって、じゃあどうやったら飛行場に行くのか、どうやったら飛行機のチケットを買うのかっていうのが分かるじゃん、ね、でもどこに行きたいのか分かんない。本当は博多に行きたいかもしれないんだけどカリフォルニアに届いたら嫌なんだよ、ね、博多に行きたいんだけどロシアとかに行ったらうわーってなっちゃうわけよ。なので、ね、2つ目のポイントは自分のビジョンの求めている結果を明確にしないとそこにたどり着くのは現実的には無理だよっていうことなんだよね。
No. No, you didn't. You called starboard once, and then you crashed into... I did starboard, starboard, starboard! And then you went down. No, if he made any... なんかセーリングやってて当たりそうになったんだって子供たちが。いや、マジうまいよね。お、父さん。はい。元気ですか？元気ですよ。ねえ。で、ヨットはどうでした？ヨット、ヨットは良かった。怖かったね。怖かった。うん。僕のお父さんは自分がやりたいことについてちょっと反対してたんだよね。はい、反対しまして、うん、やりたいことは子供のようなやりたいことは遊びばっかりしたらよくない、うん、そうじゃない子供じゃないなやり方だったら賛成するけども、間違えてるか間違えてないのが心配は常にありました。あ、ジェネレーションギャップかもね。やっぱ今の時代で仕事で成功したいってなったら仕事がめっちゃ楽しくないとダメじゃない？仕事をせい、あの、楽しい仕事見つけなかったら仕事見つからないっていうこともありえるよ、うん、だから仕事はどうやったら食いに行けるか、どうやって食べてくるか、うん、だから収入がないとダメですから、うん、もちろん収入があって楽しく収入が入ってくるか楽しくない収入が入ってくるか、どっちを選ぶのは簡単、うん、でも楽しくやってるのは収入入れないと自分の遊びになっちゃう。そうか、その差がはっきりしないと。じゃあお父さんは僕がやりたいことでやってて収入が入ってこないと思ってて心配してたんだ。もちろん一人でやっていけないじゃないか。うん、うん、で収入が入ってこないとやっぱり遊びになっちゃう。うん、仕事になれない。じゃあ遊ぶのがダメじゃなくて収入が入ってこないと辛いことになっちゃうからそこを心配してるよって言って反対してた。そうですよ。だから収入が入れないと生活できないじゃない。で収入、まあ生活できるような収入がやっぱり最低必要でしょうと。お父さんは自分でやりたいことを仕事で選んだ？仕事をやる、まあまあ、それから自分のお父さんがこれやれって言った？いや、じゃなくて会社に入ってね、うん、で会社のルールがあるからその中で楽しいやようながあるかと見つけた、うん、なんでその会社に入ったの？あー、飛行機が来た。ノモ飛行機、うん、なんでその会社に入ったの？まあ、大学出ていろいろ仕事探してこれしかなかったよ。 OK、うん、だからそれはいい悪いのじゃなくて、その会社に入って面白い付加価値もつけるような仕事を見つけないと作れないという。 OK、 ということなんで、これについてはまた僕もまたお話します。 Alright、 どっか行こうか。じゃあ行きましょう。どこ行く？ココナッツシュリンプ。ココナッツシュリンプ行こう。いいねー。ビール and ココナッツシュリンプ。あ、そうだ。超面白いことがあるんだよ。この車は日本車なんだよね。なんとですね、日本語がいっぱいついてるんです。本に入っていない地図でね、GPS の画面に変わるっていう面白いことがあるんです。いいね。ということでですね、冷たいビールとココナッツシュリンプの世界に届きました。これココナッツをシュリンプ、エビ
エビ見つけたやつなんだよね。マジね、やばいんだよ。もうそこのレストランとはそこに行って泳げるというですね、素晴らしい場所なんだよね。 What's the name of the place? Crack Conk. Crack Conk っていう場所です。なのでね、今日はね、3つのね、ポイントをカバーしました。メンタリティ、フレームワークで、3つ目のポイント、これがでっかいんだよね。それはね、自分が求めていないことになっている行動をやめることなんだよね。だからこのやりたいことがね、その自分の結果を明確にすると、何をしないといけないのか、そして何を止めないといけないのかっていうのが明確になってくるよね。じゃあ例えば僕がね、博多じゃなくてカリフォルニアに行きたいんだって決まるじゃん。でもひょっとしたらもう僕は船に乗っててロシアに向かってるかもしれないんだよ。だからまず最初はこの船から降りる、ね、そこに自分がすでにやっていることで、ね、求めている結果になってないことを止めないといけないんだよね。まあもう一つ簡単に説明すると、例えば、ね、体を大きくしたいじゃん、筋肉ムキムキにしたいじゃん、ね、っていうことはね、ジムに行くっていうのはやらないといけないことだよね。で例えば筋肉ムキムキになりたいんだけど毎日ラーメン食べてるっていう風にしようよ、ね、どんなにジムに行っても毎日ラーメン食べてるっていうのは止めないと筋肉ムキムキになれないと思うんだよね。なのでテイクアウェイポイントは、ね、何を止めないといけないのか。もうあなたはすでに行動しているから、この自分が求めていることになってない行動を止めましょう、ね、これが3つ目のフレームワーク、メンタリティなんだよね。 All right、じゃあ次の場所でフィニッシュしようか。いや本当にね、今日のビデオを見てくれてありがとう。でぜひですね、今週もう本当に今日からスタートできるワークをちょっとお伝えしたいんですね。でそれはぜひですね、自分の紙に持ってきてね、今自分のビジョン、自分が求めているところに行くために新しくできることを3つ書いてください。何だろうって考えて、でそれができたらもちろんプランを立ててそこに進んでいこうね。でもう一つは、自分のビジョンここにあるとしたら、ここに行こうとしてんだけど、ね、ひょっとしたらこっちにもう向かってっちゃってるかもしれないんだよね。止めることを3つ考えてみてください、ね、筋肉もりもりになるんだったらラーメンを毎日食べるのっていうのをやめるとか、そういう感じでいいんで、でぜひですね、まあ、やめないといけないこと、ノー、断らないといけないことを3つ考えてみてください。でね、もしよかったらこの PDF 簡単なのを作ったので、下のあのディスクリプション、説明文書のところからリンク、あの無料でダウンロードできますので、ぜひそれを参考として使っていただければと思います。仕事を辞めないといけないっていう感じで急に仕事を辞めることは絶対お勧めできません。本当に収入がないってなると、ね、もうマズローの5段階のルールみたいな感じに、もう本当に今週暮らせないかも、食べられないかも、ね、生きていけないかもっていう恐怖に入っちゃうと、もう好きなことを仕事にするみたいなこともできないので、ね、収入を得ながらしっかり自分のプランを考えて、でゆっくりね、僕がおすすめするのはちょっと安全なようなインターンをしたりとか、少しずつ、ね、賢く転職をするとか、そういうことなんですけれども、あの本当にね、急に仕事を辞めるっていうのはやめた方が僕は本当にいいと思います。ちょっとね、あの本当にお金が入ってこない、 Hey Dad! お金が入ってこないってなるとね、結構ね本当にストレスになっちゃうんで。 Alright! Well, thank you so much! もしこのビデオが好きだったら、ぜひね友達にシェアしていただければ幸いです。で下の LIKE ボタンとチャンネル登録のボタンを押していただければ最高です、ね、こうやってねみんなのおかげでこういう新しいビデオを作れます。でね、あの LINE アットクリス、昔は全員の質問答えようとしてたんですけど、今はちょっとあの何千人からの8000人ぐらいの方から質問を答えいただいてまして、今直接僕がマンツーマンで答えるのは無理なんですけれども、来月からですね、月に1回はライブで
多分 Zoom になると思うんだけど、ライブでこの時間はクリスオンエアだから質問を送ってって言って直接その場で質問を答えるっていうプログラムを始めていく予定も入ってますので、まあ本当にね、いろんな質問をいただいてごめんね、返事ができなくて、でも僕もしっかり考えてて、もっとそういう質問を答えられるようなきっかけ、そういうシチュエーションを作ってますので、そこだけよろしくお願いいたします。 Alright you guys, thank you so much for checking out the video. You guys are the best. I love you guys. Alright, I'll see you next week. ありがとう。